旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人の美月です。今回はパワースポットでご利益も、三重の女子旅で行きたいスポット10選をご紹介します。次の女子旅には三重県に行きましょう。風光明媚な地形に豊富な海の幸、山の幸に恵まれ、そして良質の温泉も。パワースポットとしてよく知られた由緒正しい神社仏閣もたくさんあります。今回は女子旅で訪れて楽しい三重の観光スポットを10選でご案内させていただきます。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。一つ目にご紹介するのは長島スパーランドです。長島スパーランドは国内最大級の遊園地です。キッズから絶叫まで約60種のアトラクションが勢ぞろい。ジェットコースターの数は日本最多の12種を誇ります。夏には東京ドーム1個半以上の広大な日本最大級のジャンボ海水プールもオープンします。お子様連れの方には長島子ども遊園地キッズタウンがおすすめ。キッズ用のアトラクションが約30種類も揃うエリアで、3世代が快適に楽しめるファミリーに人気のエリアです。無料休憩所や授乳室も完備。ご家族揃って安心して楽しめますね。さらには飲食や温泉の施設なども揃う充実の遊園地です。次にご紹介するのは伊勢志摩横山展望台です。真珠のふるさとである阿吾湾の絶景を望むことができるスポットが伊勢志摩横山展望台です。阿吾湾に浮かぶたくさんの小島と美しい半島が一望でき、日本でも有数のリアス海岸美の絶景が楽しめます。遊歩道の整備も行われていますので、ハイキングやトレッキングもいいですね。展望台下にあるビジターセンターでは伊勢志摩国立公園についての情報をゲットできるほか、クラフト体験や真珠アクセサリー体験などもできます。2018年には横山天空カフェテラスの展望テラス、木漏れ日テラス、そよ風テラスもオープン。里海の美しい風景が楽しめます。続いて真珠島をご紹介します。世界で初めて養殖真珠が誕生した場所で、ショッピングやお食事も楽しめるのが三木本真珠島です。真珠に関することなら何でもわかる施設で、現在はテーマパークとしても人気の高い観光スポットとなっています。かつてアコヤ貝から真珠を育てていた海女さんの作業が再現され、三木本真珠島でしか見られない昔ながらの海女さんの実演も行われています。真珠博物館では真珠ができる仕組みや美術工芸品などが展示されています。魅力的な真珠が堪能できる三木本真珠島、まさしく女子旅には最高のスポットですね。次に二見興玉神社をご紹介します。二見興玉神社は猿田彦の狼をご祭神として祀っている神社です。境内の磯合いには大小二つの夫婦岩があり、縁結び、夫婦円満、良縁祈願のパワースポットとして知られています。伊勢神宮に参拝する前に二見ヶ浦の海水で禊をする習わしがありました。現在でもまず二見興玉神社に参拝、お祓いを受けてから伊勢神宮へ向かう皆さんも多いです。境内では猿田彦の狼のお使いである二見ガエルの姿もたくさん見られます。日の出の名所としても有名なスポット、海の絶景が満喫できる女子旅におすすめですね。続いてご紹介するのは松阪農業公園ベルファームです。松阪農業公園ベルファームは東京ドーム5個分という広大な敷地を有する農業公園です。農場をはじめとして広場、池、庭園などがあり、松阪の自然が満喫できます。注目のスポットがイングリッシュガーデン、ローズガーデンやハーブガーデンなどの9つのエリアがあり、1年を通して様々な光景を見せてくれます。中でも5月から6月のバラのシーズンが色彩香りとも最も華やぐ時期です。地元農産物の直売所で買い物も楽しめますし、食事は松阪牛や県産ブランド豚をたっぷり野菜と一緒に堪能できる和牛オーダーバイキングやビュッフェレストランやカフェも控えています。
次に志摩マリンランドをご紹介します。大きなマンボウが悠々と泳ぐ水族館として有名なのが志摩マリンランドです。どちらかというと小規模コンパクトに作られた水族館ですが、機能的に設計されとても充実しています。海の生き物たちの生態がよくわかる水族館で、美しさと不思議さを併せ持つ海をいろんな面から捉えています。館内は地球と生物を取り上げた古代水族館と世界中の海の生き物たちがいる水族館に分かれて展示がされています。海女餌付け実演やドクターフィッシュ体験などのイベントも随時行われていますし、ペンギンタッチも女子やお子様に大人気です。続いて志摩スペイン村をご紹介します。志摩スペイン村パルケエスパーニャ、一歩足を踏み入れればまるでスペインに瞬間移動してしまったかのようなテーマパークです。園内では様々なたくさんのアトラクションが楽しめます。そして各所でスペインの雰囲気にあふれた素敵なショーやパレードも行われています。スペインらしい建物や彫刻が立ち並び、スペイン気分でいっぱいになりますね。志摩スペイン村ではジェットコースターなどのアトラクションに人気が集まっていますが、インスタ映えするスポットもたくさんありますので、写真撮影を楽しむのにも最適な人気スポットとなっています。次に赤目四十八滝をご紹介します。四季折々の景観美とパワースポットで人気なのが赤目四十八滝です。名張市赤目町を流れる滝川、上流にある数々の滝が美しい大自然のアートを作り出します。室尾赤目青山国定公園の中心にあって、総延長は約4キロにも及びます。赤目が育む神秘的な自然は、平成の名水百選、日本の滝百選、森林浴の森百選、そして UFO 百選などにも選出されました。渓谷の樹木、渓流、滝などが美しい色彩と音のハーモニーを生み出しているのです。そして自然の空気を全身に感じられる散策はいかがでしょう。さまざまな散策コースやハイキングコースにトレッキングコースも楽しめます。続いてご紹介するのが菜花の里です。花と食のテーマパークが菜花の里です。季節の美しい花々が四季を通して菜花の里を飾りつける素敵なスポット。国内最大級の植物園なんですよ。辺り一面に咲き誇る花々の光景はまさに絶景、必ずや感動を得られます。5月下旬から6月上旬にはホタルたちが織りなす幻想的な光のショーを見ることができるかも。菜花の里はイルミネーションでも非常に有名なスポットです。素晴らしく贅沢に飾られた光の芸術は必見。一面が輝く光のトンネルなど見どころが満載のテーマパークです。お花にイルミネーション、女子旅の条件を兼ね備えたスポットですね。次にご紹介するのは鬼ヶ城です。熊野市にある鬼ヶ城は地盤の隆起と風化や波の浸食によって生まれた自然の芸術です。熊野灘に面して延々と1キロも続く人気の景勝地、国の名勝、天然記念物にも指定されています。山頂には戦国時代の城跡が見られ、熊野古道、松本峠と連結するハイキングコースも整備。鬼の見晴らし台と称される展望台からは熊野灘が一望できる絶景に感激します。山頂へ通じるハイキングコースは春がおすすめ。一面に植えられた4種類の桜が次々と開花して訪れる観光客を楽しませています。壮大なスケールを誇る奇岩地帯と絶景、女子旅のコースにもエントリーさせたいスポットです。今回はパワースポットでご利益も、三重の女子旅で行きたいスポット10選をテーマにして、女子旅で行くならここが最高というスポットのご紹介でした。いかがだったでしょうか。三重には女子旅で訪ねてみたい観光地が盛りだくさん。今計画されている女子旅の候補地として三重県を強力におすすめします。さまざまな三重の魅力をご堪能くださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料、今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。